箕面連山の中腹に新しく開園したフルーツセンター玉山には巨峰や柿、栗などが植えられ、ジンギスカン料理やそうめん流しなどの施設も整備され、田主丸の新名所として親しまれています。フルーツ観光として3、4年前から急速に脚光を浴びている巨峰狩りは昭和35年頃から始められたものです。一粒18グラムもある甘みのある巨峰はブドウの王者とも言われており、8月中旬から9月下旬になると九州各地から約10万人の客が訪れます。また近年は全日空の機内食として空を旅する人たちにも喜ばれています。シーズン中は巨峰狩りを盛り上げるためいろいろな催しがあります。今年は外人モデルとミス全日空を招待して写真コンテストが行われました。